がめぐみぶちから人心山を望む蘇我殿の田植えは、暴走における大友自伝承の一つである。千葉県には人心の乱後に大友巫女が逃れてきたという伝説が多数存在する。それによると、巫女は秘密市田原田の白山神社にたどり着き、ここを小川御所として暮らしていた。ある日、左大臣の蘇我会は、巫女の心を慰めるため、沙乙女たちを集めて、 田植え祭りを見せることにした。田植え歌に合わせて清らかなサオトたちが苗を植える様子を珍しそうに見ていたミコは久しぶりに安らかな心で時を忘れるほどであった。しかし、広い田んぼなので夕暮れまでに田植えが終わりそうになかった。心配した曽ガ赤ガは太陽に向かって田植えが終わるまでどうか止まっていてくださいと言い、無理やり田植えを続けさせた。ところが、 その後、突如として、イデンが降り注ぎ、竜巻が発生して、苗を植えていた、オトメたちはことごとく死亡してしまった。これが5月7日の出来事であり、この地域では、同日に田植え祭りを行うことが近畿となった。また、その他は、市電と呼ばれ、オビツ村が恵み口にあったとされる。西和佐昔か木更津青年会議所、p 十四 宮山淳一、天皇陵と近代平凡者、2018年 P26、ありがとうございます。